何ひなこのコメントの開いた方が早い。ビギナーエグ違うよこれさ、ひなこも求めちゃうからダメなんだよ。そういうのまんざらでもなさそうに求めるからダメなんだよ。嫌だったら嫌って言うんだよ。でも嫌じゃないから大丈夫だよ多分。そういうコメントして知らないけど多分嬉しいいや嬉しいんだよ。嫌だったら嫌って言うから自分で持ってちゃうね。そう嬉しいんだよだからじゃなきゃ絶対否定するって。いやまあいいんじゃないですか、下ネタ好きなことはいいことですよ。本人も楽しいかもしれないけどあれでいいのかわからん。もうまあそれでファンが増えるんだったらいいんじゃないですか、わかんない。いやでも逆にすごいかも、そうやってそのアイドルに向かってそういうなんかドストレートな下ネタを送ってこれる人の方がすごいかも。え、やばい、なんかもう、なんかやだえ、なんかやだ、なんか、わかんない、わかんない、わかんない、これは私一回アンチになるわ。なんかいい歳、何歳か知らないよ。いい歳してる人がさ、いやわかんない、これ喜んじゃうのも、いや。いいのかわかんないけど嫌だかも私。嫌だ、え気持ち悪い、嫌だ気持ち悪い。まあ私も返すけどさ、どうぞどうぞみたいな気持ち悪いいやだってヒートテック1枚でさショールームやった時なんてもう完全狙ってるやん完全狙ってるやん、うん、どっちもどっちってとこ確かにあるかも。もう嫌な人はもう嫌って言うしかないんだもん。え、切り抜きがめっちゃ出てくる、なんか。もともとさ、私も切り抜き住民だったじゃん。そう。でも私はちょっとね、切り抜き減ってきたんですけど。そう。めちゃくちゃ切り抜き出てきて。え、私まだ切り抜き住人なの？うん、私だって、ね、うん、切り抜かれること最近喋ってないからな。